一昨日、松山市で発生した殺人事件で。亡くなった母親と容疑者の息子は。無理心中を図った可能性があることが。関係者への取材でわかりました。この事件は。一昨日午前。松山市三番町に住む。無職の山田純一郎容疑者が。宿泊していた市内一番町のホテルで。母親の太子さんの首を絞め、殺害した疑いで逮捕されたものです。 関係者によりますと、山田容疑者は脳梗塞で下半身が不自由になっていたということで、親子2人で無理心中を図った可能性があるとみられることが新たに分かりました。また、登記簿によりますと、山田容疑者と亡くなった太子さんは市内のアパレルショップの取締役を務めていて、警察は事件の詳しいいきさつなどを調べています。